バッチ、すごくバッチ。それじゃダニー、準備はいいかい？ウルトラオッケー、行くぞ。うひひひひ、すごいじゃん。着地成功。すごいぞ、まるで映画に出てくるスタントマンみたいだったよ。よくやったぞダニー。次はパウパトローラーを港まで運ばないとね。チーズ、君はそこにいて、ジップラインを使ってタルボット船長に引っ張ってもらおう。わかったぜケント。よし行こう。それからロッキー、君はタグボートで後ろから押してあげて。了解であります。港に着いたらパウパトローラーを修理しないとだね。よし、さあ僕に続いて。ケント、問題発生だ。パウパトローラーがどんどん沈んでる。早く港に着かないとまずいぞ。間に合わないぜ。とりあえずチェイス、グラウンダー号に移動して。了解、パウッと飛び乗るぜ。すっげえ。大変だ。そんな。どうしよう。パウパトローラーが。ケント、みんな俺のせいでごめん。こんなことになっちゃうなんて思ってもいなかったんだ。パウパトローラーとはお別れだ。諦めるには早いよダニー。僕らでパウパトローラーを引き上げるよ。ズーマ、君のサブマリンが必要だ。急いでこっちに来てくれる？潜って潜って潜っちゃうよ。ロッキー、君のクリーンクルーザーの中に何か使えそうなものはあるかな？それならリサイクル品の中にあると思うよ。リサイクルなら僕にお任せ。こっちは準備ができたよ。タルボット船長、そっちはどう？ケント、こちらはいつでもオッケーだ。お待たせ。急いできたよ、ケント。ありがとう、ズーマ。じゃあ準備して。あの大きな風船をパウパトローラーのところに持っていこう。この下に沈んでるんだ。じゃあ先に潜っておくね。オッケー、パウッと。ズーマ、ホバークラフト、サブマリンに変形。僕たちが合図をしたら船のエンジンをかけてホースに空気を送って。みんなはここにいて。了解だぜ。タルボット船長、セッティング完了。風船に空気を送って。任せて、パウパトローラー救出大作戦、行くぞ。バッチリだ。やった、浮き上がったぞ。おはよう、アドベンチャーベイの時間です。司会はグッドウェイとチカレッタ。今日私たちがインタビューするのはパウパトロールの皆さんです。ちょっといい？この街のヒーローですね。どいて、撮影中。ねえケント、視聴者から質問が届いてるの。どうしてそんなにいろんなトラブルをパウッと解決できるんですか？さあお答えください。それはみんなで協力しているからです。それぞれが最高のスペシャリストなんだ。自分が得意なことを精一杯やるの。ほんで力を合わせてパウッと解決や。ウルトラかっこいい。番組をご覧の皆さん聞きました？みんなで協力し合うことってすっごく大切ですね。次はスタジオの料理コーナー、ユミの農場クッキング。チェイス、フラインググライダー、今助けに行くぜ。チーズ、空を飛んでるの？おっと、チェイス、なかなかやるわね。危ない。着陸成功。いや、成功はしてないと思うんだけど。ありがとう。その背中のかっこいいやつどうしたの？実はこれがサプライズなんだ。もちろんみんなの分もあるよ。すごいよ。何者だ？これが君のジェットパックだ。
ロッキー、これが僕の？そのジェットパックがあれば飛びながらでも修理ができるよ。ありがとう。どういたしまして。ズーマ、次は君の番だよ。やったー。うわー、かっこいい。ありがとう、ケント。ズーマのジェットパックはね、水の中でも使えるんだよ。それって僕にぴったり。パウ、ズーマ、フライングスクリュー。ヤッホー、イエーイ。気をつけてよ、濡れるのは絶対嫌であります。ごめんよ、ロッキー。スキューバーモードセット。ラブル、乗ってみて。めっちゃええやん。ラブル、フライングボード。よっしゃ、もっと高くやん。これは気持ちいい。ほんま最高。スピードアップ。かっこいいね。マーシャル、次は君だ。ほんと、燃えてきた。すごい、これが僕のジェットパック。ありがとう、ケント。かっこいいや。見て見て、フライングブースター。スピードを落とせ。マーシャル、ウォーターキャノンを出して。パウ、ウォーターキャノン。成功だね。そのジェットパックは飛びながら火を消すことができる。最高。僕これ毎日つけたい。素敵だわ、ケント。空を飛ぶ任務の時、みんなに手伝ってもらえるわ。ジェットパックはもう一つあるんだ、君の分がね。私、もう持ってるけど。パワーアップしてるんだ。超音速ジェットね。すごいすごい、ありがとう、ケント。このジェットパック最高。ハイスピードウィング。スーパービビアンよ。気をつけてね、スカイ。よし、行くわよ。しましょう。よーい、スタート。早すぎやん。パウパトロール、ビーチに集合。オッケー、パウパウ。ごめん。パウパトロール、全員集合したぜ。みんな集まってくれてありがとう。もう一つサプライズがあるんだ。着陸させてくれ、ロボドック。